あれ、はい、ここお店なんですね。お店です。これから仕込みです。あー、すごい美味しそう。食べたい。やっぱり。ビストロご飯、毎日のおうちご飯に取り入れやすい材料を使って作るお店のような本格的なレシピを楽しんでください。